はい、酒好きなもと新潟人の飲酒動画です。今回は、生ビール、こちらメキシコの、生ビールネグラモデロです。の地価格のね、スーパーにね売ってました。原材料が麦芽とホップとコーンと酸化防止剤、アルコール度数が 5.5%、容量が 355cc となっております。こちらはね、メキシコの、コロナビールと同じ、メキシコ産ですね。原産国がメキシコとなっております。まだこれは飲んだことないですね。まあ、1年前ぐらいに、コロナビールが安く売ってたところのスーパーに売ってました。何これ。めちゃくちゃ開けづらい。パカッと。お、これは色は濃い、黒ビールっぽい、黒ビールっぽい。あれですね、コロナビールと全く違いますね。コロナビールは結構薄い色なんですけど。はい、いただきます。乾杯。うわ、全然味が、コロナビールと全く違う。黒ビールっぽい。で、結構甘さがあるね。うん。なんだろう、黒ビールなのになぜか、甘さがある的な感じっすね。なんだこの甘さは。黒ビールの香ばしさみたいなのと、甘さがなぜかある。なんか甘く、甘、ん?いや、これ甘いぞ。ちなみにアマゾンで買うと1本332円ですが、こちらは1本130円ぐらいで購入しました。安いね。コロナと別物だな、これ。ネグラモデル。コクと香りが豊かなので、個人的におすすめする飲み方は、スッキリタイプのコロナか、モデロエスペシャルを飲んだ後に召し上がっていただくのがいいかと思います。メーカーはメキシコのモデロ社。そのため日本での輸入総代理店が時々変わり、そのために、入手が困難になると。だって、味については1ミリも語られてねえ。まろやかで飲みやすい。うまみがじんわり最後まで口下に残る感じ。甘いだの、ホップが効いてるだの、アロマが素晴らしいだの、そういった突出した特徴はないですが、バランスがよくまとまっています。うまいと。個人的には何でか、これ甘いぞ、これ。
なんでこんな甘いんだ。こんな甘いビール、初めて飲んだな。口の中に広がるこの甘みというか、甘みなのかな、これな。うん、でも甘いな、やっぱな。やっぱ甘いな。ネグラモデロは、ネグラとは、ネグライコール、スペイン語で黒。メキシコで第1位、アメリカの輸入ビール市場第2位の黒ビールブランドだって。黒ビールらしいリッチな香りと甘みを楽しめる一方で、泡はクリーミーで飲みやすい、トータルバランスの優れたプレミアムビールです。まあ、これに比べると、コロナエキストラはいかにこうさっぱりした味わいかわかるね。これちなみに6缶買ったんですよ。6缶買っておいてなんなんですけど、あんまり、あれですね。コロナエキストラの方が個人的に美味しいかなと思います。なんか夏に飲むビール、じゃないですね、これね。このなんか甘い、口当たりが、ってか、甘いんですよ。甘い。甘いので、夏に、甘い、こんなに甘いビール初めて見たね。うん。まるっきり別物だ。コロナビール、メキシコのビールって言ったらこんな、メキシコのビールって言ったらやっぱり、コロナビールとかさ、それだと思ってたらお前、全く別物じゃねえか、これ。黒ビールというよりはライトな黒って感じですね。そうですね。なんか、黒ビールっていうほど苦味が、香ばしさっていうか、はないんだけど、やっぱり甘さが主張しまくってるね。うん。すっげえ甘いな、これな。すっげえ甘いな。本当に。すっげえ甘いぞ。こんなビールでこんなに甘いことってなかなかない。うわぁ。すごいな。これは、あれだな。いや、まずくはねえかもしんないけど。まあ、うまいかって言われると怪しい。この舌にこうまとわりついてくるこの甘さね、コロナビールはすげえさっぱりとしてて、夏今の時期はやっぱりコロナビールとかねうまいんですよ。あとね、塩とライムを入れて飲むとまた別格でうまいんですけど、これはすごいですね。こんな甘いビール初めて飲んだ。ああ。これは初めて飲んだ。うん。いや、でもこういう体験もあれですよね。もう口の中がさ、そんな甘いっていうほど甘くはないんですよ。なんて言うんだろうな。いわゆるさ、ジュースを飲んでるような甘さっていうのじゃなくて、ビールなんだけど、こうなんか、風味が甘いっていうか、こう後味的にこう甘さが効いてくるんだよね。
これは、これはあれだな、すごい。すごいですね、ある意味。コク、甘みが5ぐらい。香りはまあ、これはちょっとな、あれだな。まずくはないんだけど、この甘さが主張しすぎてるね。3543です。ご視聴ありがとうございました。